1968年10月17日の夜、神奈川県鎌倉市の川端康成さんの自宅に大勢の記者が集まっています。スウェーデン王立アカデミーがこの年のノーベル文学賞に川端さんを選出したのです。初代文化長官の今秀美氏らと共に乾杯。日本人の文学賞受賞は初めてのことでした。山積みにされた大量の本、雪国、千羽鶴、伊豆の踊り子など数々の名作を生んだ文豪ならではといったところでしょうか。受賞決定直後の肉声です。まあ一つのは、まあ日本文学の伝統でしょうね。その他にはこう思って、さっき三島君ではそうじゃないって言うんだけど、まあ僕はそれからまあ第二のおかげさま翻訳者、多分日本語では審査していないだろうと思いますからね。これはまあ残念といえば残念ですけど、翻訳者のお金を非常に被ってるわけですね。翻訳者半分ぐらい翻訳者もらうときものかもしれない、ね、運が良かったんでしょうね。三島君が年は若くてまた早いとかね、なんか僕は変に運のいいとこあるんでしょう、うん、まあ他にも資格のある人は日本にも何人かいると思いますけどもね。まあ、ノーベル賞をおもらいになって今後の抱負といったものを伺っていただきます。それは別に賞をもらったからどういう抱負ができたっていうことはないです、うん、むしろそういう意味から言えば、まあ、窮屈になるくらいのもんじゃないでしょうか、うん、どうせまあサッカーみたいなのはブライカンかフロージでいいんですからね。そういう縁は加えるためにむしろ退化するかもしれない。11月8日、受賞決定から受賞式までの間に行われる秋の園遊会に川端さんも招待されました。石原慎太郎さんや司馬太郎さんの顔も見えます。宮内庁楽部による雅楽が演奏されます。ノーベル賞が決まった川端さんのところで天皇陛下が足を止め談笑しています。長子様に続いて皇太子殿下と美智子様とも話をします。スウェーデンでの受賞式の後、パリ、ロンドン、ローマなどで旅をしていた川端さんが羽田空港に戻ってきたのは年が明けた1月6日でした。清掃することが求められるノーベル賞の授賞式に日本の羽織袴まで臨んだことが話題になっていました。特別貴賓室で記者会見に臨んだ川端さんは賞金の使い道について問われると一言、考えていませんと答えました。27日午後、川端さんの姿は国会の貴賓席にありました。衆議院本会議場で石井光次郎衆議院議長が川端さんに対する祝辞の決議文を読み上げます。佐藤栄作総理大臣からは感謝状が手渡されました。
記念のアルバムも贈られ、少し顔に笑みが浮かびます。神奈川県警のパトカーがマンションの前に止まっています。1972年4月16日仕事場に使っていたマンションで川端康成さんは自らの命を絶ちました。テーブルの上にはウイスキーの瓶、こたつと机の上には原稿用紙が置かれていました。ノーベル賞受賞者の突然の死は日本だけでなく海外にも衝撃を与えました。翌日、鎌倉市の自宅に大勢の人が集まっています。政治家の石田博秀さん、評論家の村松剛さんが弔問に訪れます。報道陣も詰めかけています。4年前、記者がノーベル賞受賞の喜びを聞いた家に祭壇が設けられました。このあとノーベル賞を受賞することになる佐藤栄作総理です。前の月に手術を受けた後、健康状態が優れないと言われていましたが、遺書はなかったということです。作家の瀬戸内晴美さん、芸術家の岡本太郎さんは夜弔問に来ました。日本人の心の精髄を描いた作家と言われた大作家は72歳で自らの人生に幕を下ろしました。